でも、宮迫さんはあれですよね、はい、なんか、地上波は相変わらず規制されたままなんですか、やっぱ、犯罪者だと。いや、誰が犯罪者や犯罪は犯したことない？あ、金塊強盗を手伝っただけでしたっけ？金塊強盗はゴリゴリの犯罪し、手伝ってもらい、ただトイレの場で写真と、言うてんの、ひろゆき君だけやで。いまだに言うてんの。まあ、いや、なんか本当、世間って怖いですよね、そのなんか風評被害で。風評被害、いや、今も誰も言うてない、ひろゆき君だけやね。ひろゆき君が言うことによって、またこれが切り抜かれて、また思い出す人が山ほどおる。いや、でもだってその、写真撮っただけでテレビ出れないっておかしいから、やっぱりあの人は悪いことをしたんだろう、きっとって思ってる人多いじゃないですか。してない。してもしてない。してないというか、まあ、ちょっと写真を撮ってしまったと。あと、はい、その闇営業に参加してしまったというのはあったけども、犯罪ではございません。コメントで、そんなことしたのって書かれてる。ほら、またこれで変な思い返し方されて、変な認識されるから、皆さん、僕、犯罪は何も犯してないですよ。